IZONE 本田ひとみ、誕生日を迎えメンバー全員で祝福、初めての始球式の感想も、動画あり、写真イコール IZONE 公式、V ライブ、チャ。ネル新人ガールズグループ IZONE がデビュー前に初めて野球場を訪れ、メンバー本田ひとみの誕生日のお祝いまで、忙しい一日を過ごした。IZONE は6日午後、ネイバーのライブ配信サービス、V ライブの公式チャンネルを通して、野球の始球式及び始め打式の感想とともに、本田ひとみの誕生日をお祝いするライブ配信、ハッピーひちゃんデーを行った。当日、IZONE はソウル産出、チャムシル、野球場で行われた、2018プロ野球。KBO リーグ、ノトサン、プサン、ベアーズ対 LG ツインズの試合に招かれた。チャンウォニョンと宮脇桜がトサンベアーズの勝利を祈願しながら、それぞれ始球者と、はじめ打者として熱烈な歓呼を受け、イチェヨンと本田ひとみが、その現場を公開した。成功裏に始球、はじめ打式を終えたちゃんをに、と宮脇桜は、本当に緊張したが、よくできた。多くの方々がいらっしゃった、と感想を伝えた。特に IZONE は試合のクリーニングタイムに、ネッコや、ピックミーのステージを披露し、球場の熱気を盛り上げた。写真イコール、V ライブ、画面キャプチャー夕方には、当日誕生日だった本田ひとみの個人、V ライブ、配信が続いた。韓国語でファンとコミュニケーションしながら感謝の気持ちを伝えていた本田人。意のために、IZONE のメンバー全員がサプライズで登場し、祝福した。本田ひとみは、とっても嬉しい。18歳の目標は、IZONE と最高になること、そしてダンスを上手に踊りたい、と願いを伝えた。IZONE は、メンバー別にデビュー前に初めて球場を訪れた忘れられない感想も明らかにし、その瞬間を思い出した。メンバーそれぞれ、当時身にまとっていたユニフォームの背番号についての意味も伝えた。短い時間だったが、同日の配信は1500万ハートを達成し、一気にリアル。タイム検索ワードにも上がり、IZONE に向けた熱い関心を立証した。Mnet のサバイバル番組、プロデュース48を通して誕生したガールズユニット IZONE は、チャンウォニョンを筆頭に宮脇桜、チョユリ、チェエナ、アンユジン、ヤブキナ、コ、ウォンウンビ、カンヘウォン、ホンダヒトミ、キムチェウォン、キムミンジュ、イチェヨンまで計12人のメンバーで構成され、近く正式デビューカウントダウンに入る予定だ。